これはヒカキン様から金盾を手渡しされるというイベントでございます。これ自分でもあんまり予想ついてないんだけど、どういうことになるのかね。すごいよこれ、本当に会えるんやヒカキン様に。あとコナンくんですね私コナンくんと同じ次元かもしれない。だから私、小百合さん、ラプラスさん、コナンくんで、いや二次元グループですよねここね。そう、どうなるんだろう。やっぱその4人でね、いつかはコラボできるぐらい大きくなりたいですね。私、小百合さん、ラプラスさん、コナンくんあ、でもどうしよう、マジで殺人事件とか起きないかなこれ、コナンくん俺は今日 YouTube ファンフェスタに来てるんだみたいなこと言って、私がコナンくん初めましてっていうところにさ、月の水戸16歳ってこう、あの死のあの札みたいなさ、漫画の冒頭、アニメの冒頭の時みたいなの、名前と年齢がさ、なんか出てくるやつ、こんにちは、私の名前は月の水戸、コナンくん今日は一緒に受賞できて嬉しいよって言って、この月の水戸カッコ16って書いてあってイエスマイダークみたいな、なんかラプラスさん、ラプラスダークネス何歳みたいな、やばいって始まってるよ今みたいな。そう、私その札なんか下に出てきたら膝で割ろうかな、その札やばいって言って、清楚妙だな。いや、こ怖い怖い。え、でもなんかできないかな、コナンくんがさ、やっぱいるからにはさ、急に会場が真っ暗になって、キャー何これ、こういう演出かなってバンってなったら、やっぱり私が金盾に潰されて死んでて、みたいなこれは一体みたいな感じで、やっぱコナンくんが金盾をペロリって舐めて、これはてれれって、そう、狂気は本当に金盾なのか、おかしいなって。夕飯の時間一人足りなさそう。食欲がないって言って部屋に閉じこもってましたよ。なんでもなんかひどく怯えた様子で、ドアを開けないでって言ってて、おかしいですよね。まあでも気を取り直して食事しましょうか。ミトさんが楽屋から閉じこもってきて出てこないんですよね、みたいなことをやっぱり小百合さんに言ってもらって楽しみ妙だないいだろ楽しみにしても別に楽しみって言っただけでいやー、 YouTube フェスタ楽しみですね。てるる、招かれざる受賞者一人銀盾が混ざっている。水戸さんっていつもああなんですよ、裏では本当人付き合い悪いんですよねそういうやつって大体どういうポジションなんだ。まあ疑われる感じだよね。でも犯人ではないよね絶対。私あれ好きなんだけど、あの日暮らしの高野美穂さんの声優さん、その人が名探偵コナンで4回声優やって、そのうち3回犯人なの好きなんだけど声優で特定できるっていうやつ、伊藤美希さんか。そう、一番犯人やってる声優ランキング知りたいな。あ、伊藤美希さんなんだってえ、伊藤美希さんごめん、私持ってたわ。8人中7人犯人だったらしい少ない方向に持ってた私、さすがに3回じゃないや、もうちょっと侮ってた私、よりすごいね、ちょっと面白いな。